スパイス。こんばんは、松岡武です。いやね、仙台もファイナル無事に終了しました。まあこのね、ラジオは収録なんでまだライブ前なんですけども、きっと無事にファイナルを終えて楽しかった思い出になってるんじゃないかなと思います。またね、感想などどしどし募集してます。そうですね最近なんですけど、一人カラオケによく行ってるんですけど、特にね、僕ライブ前とかになると歌の練習で一人で行ったりするんです。あと夜中寝れなかった時とか、あ、なんか暇やなと思った時にフラッと一人で行くんですけど、このね、台本に初めて一人で行ったのはとか、マンドリング制の時は何頼むとか、いろいろね質問があるんですけど、初めて一人で行ったのはね、多分ね高校生ぐらいじゃないかな。最初はちょっとね、やっぱり何名様ですかって言われて1名様ですっていうのはちょっと恥ずかしかったんですけど、でもだんだん慣れて、やっぱりね、その僕歌手になるのが夢だったので、その歌の練習のために行ってたので、もうその恥ずかしさも取っ払って行ってたんですけど、この芸能界入ってからは歌の練習ということでね、一人で行くんですけど、今回この皆さんもライブ来てくれた方は分かると思うんですけど、カバー曲をね6曲ほどやったので、そのカバー曲をねちょっと練習しないとと思って、もともと知らない曲ばっかりだったので、やっぱり歌い込まないと歌詞も覚えれないしメロディーも覚えれないしみたいな感じでずっと一人で行ってたんですけど、ワンドリンク制の時、大体僕ワンドリンク制じゃなくて飲み放題にするんですよね。その時はメロンソーダばっかり飲んでます。メロンソーダばっかりでずっともうひたすらメロンソーダで、一人で行っても、でも一人で行く時って基本的に1時間半とか2時間とかなんですね。やっぱり一人で2時間って結構きつくて例えばお腹空いてなんか頼んだとしても虚しいんですよね。結構なんか店員とかもなんか、あ、もう一人で来ちゃうみたいな感じで見てくるし、だから気まずいんですけど、まあね、みんなで行くときはね結構ノリノリで行ってるので、そのまた違ったねカラオケを楽しんでるって感じで、人が当たってる時にハモったりするっていう質問あるんですけど、まあ全然僕ハモったりしますね。自分が歌いたいなと思ったら勝手に歌ったりします。結構なんか割り込んで、歌いたいなと思ったら友達が歌ってるの歌っていいって聞いて歌ったりとか、まあでも意外と僕マイクを離さないタイプじゃないですよ。基本的に結構なんか俺聞くのも好きだったりするから、聞いたりなんか歌ってって言われて歌うことが多いので、自分からあんまボンボン入れないんですけど、好きなんですけどね。はい、またね、なんかね、なんかイベントとかでカラオケ大会とかできたらいいなとか思ってるので勝手にですよ、スタッフさんの目がなんかびっくりした目でこっち見てたんですけど、ね、なんかイベントとかでね、なんかみんなとカラオケ大会とかしてデュエットとかしたいなっていう人からね夢を持ってます。それではミュージックスパイス1曲目はカラオケで歌ったら多分盛り上がります。はい、この曲からスタートしたいと思います。僕の大好きな曲です。サマーポケットで好きだよ100回の公開。ミュージックスパイス、この時間は松岡拓也がお届けしています。っていうかこれも日付6月11日ですよね。ってことはですね、僕のねお兄ちゃんの誕生日なんですよ。11日、25になるのかな。おめでとうございます。聞いてないと思うけどでね、先週ね6月3日の放送、4日になっちゃうのかな、4日の放送はその6月2日が可愛い12個下の弟の12歳の誕生日でした。おめでとう、遅くなったけど。はい、今週末は父の日です。皆さん父の日覚えてますか。父の日ってあんまり覚えられにくい日ですよね。なんかなんとなく母の日の方が印象が強いというか、で僕はね、でも毎年何かしらあげてるんですよ。昔から、小学校の時からですけど、父の日になんか、例えば父の日ってあんまりなんか僕もそんななんか印象深かったもん、あれはないですけど、でもなんか小6ぐらい、もう小学校ぐらいからかな、なんか500円ぐらいでハンカチ買ってあげたりとか、なんか毎年してるんですけど、最近はですね、なんか服買ったりとか、お父さんにねカッターシャツとかネクタイとか、そういう仕事で使うような
ものをね、確か去年もそうかな、あげたかな。でもね、父の日って結構意外とプレゼント難しいんですよね。なんか何使うんかなとか、やっぱ仕事のものがいいのかなと思って、やっぱネクタイとかね、カッターシャツとかになってしまうんですけど、え、みんななんか何あげてんのかな、逆に何あげてんの。やっぱでもネクタイとカッターシャツしかイメージがないんですけどね。ハンカチとか。そうなんですよ、母の日はカーネーションとかね、そういうなんか決まったなんかその伝統的ななんかプレゼントありますけど、父の日ってね、何なんでしょう、何なんでしょうね父の日ってね、本当何あげればいいか分からないです。多分今年はね、何あげようかなって、まだ何もあげてないんですけど、多分ね、僕的にはやっぱ子供がね元気で頑張ってれば、それが一番のプレゼントなんじゃないかなと思って、サボってはないですいやなんかでもいつも聞くんですよ、お父さんとかお母さんに、なんか欲しいもあるとか、誕生日とかでもね聞くんですけど、あんたが頑張ってね、元気で頑張ってくれたらそれでいいよってお父さんもお母さんも言ってくれるんですよね。でも欲しいもんとかね、ねだってこないんで僕の親は基本的に。だからね、本当に困るんですよね。なんか欲しいもん、ね、何って聞いたら、タクヤのポスターとかタクヤの CD とか言うんですよ。もうそんなん絶対あげるから絶対あげるのにと思いながら、 ね自分がね、やっぱね、いや、ちょっと待って、まあ関係ない話なんですけど、この話したら今ね、お母さんから着信が来てます。無視しますけどね、ラジオの収録中なんで。すごいタイミングやな、本当にはい、お父さんね、やっぱいつまでも元気でいてほしいですね。お父さんもお母さんもみんなね。でもし自分がね、お父さんになっても、やっぱり僕はその父の日とか誕生日でも、まあ、もらったものは何でも多分気持ちが嬉しいと思うので、やっぱり子供が元気で、まあ、子供産んでないし、子供もおらんから分かんないんですけど、子供がね、やっぱ元気でね、頑張ってくれたらそれで嬉しいのかなって、なんかちょっと思ってみたりとかもしてるんですけどね。子供とね、お父さんのね関係もね、やっぱお母さん好きっていう子が多いと思うんで、そうばっかりじゃなくて、お父さんのこともね、しっかり愛情を表現してほしいなと思いますね。自分がね、父親になったらね、多分ね、本当に子供可愛がると思うんですよ。だから僕的にはやっぱ奥さんはしっかりした、ちゃんと子供に怒ってくれる人がいいんです。僕多分すごい甘やかしちゃうんで、そういう存在出てるんですよ、子供には。子供からするとね、子供から見てお父さんは心の拠り所じゃないけど、なんか泣いた時にお父さんのとこ行けばあやしてくれるとか、なんか慰めてくれるとか、お父さんに言ったらこうなるみたいな、そういう存在でいたいな、まあ、甘やかしてるだけなんですけど、多分そういう存在になりたいなと思ってますね。いつなるよな、お父さんになるのとか。娘と息子両方欲しいな、最低2人欲しいんですよね、男の子女の子。だからね、いつになるか分かんないですけど。